こんにちは、フィラメント。ここのパズルをやってみましょう。何これ、コンステレーションこれ解けるのかな。これラッキー。主人公は基本的に線が黒いんだけど、近づくと白くなる？これってもしかしてこの線通りに引かないとダメっていう感じなのかな？そんな感じがしてきた。線通りというか、線の上以外は受け付けないという感じだ。星座ですもんね、このレベルのタイトル。そこまで書かれているのなら、むしろ今までのパズルよりは楽なのでは。これ毎回同じこと言ってるよな。今までより楽になるのでは。ところがそんなことにはならないのが、これ無理だ。こむぞ。これでぐるっと回って、これでぐるっと回って、これでぐるっと回ってらクリア。何回回りました僕。そうなんだよね。同じ線を何回通りますかっていう感じになってくるんだよね。この辺りでこの柱に引っ掛けて戻る、僕がループって呼んでるこのギミックをどこに対して行うかというのを、感覚じゃなくて理屈で理解していかないとそろそろやばそうな感じがしてくるんですけど、これダメやろね。ループを作るんだったら、そのループの中心になる場所はこういう三角形の方がいいいいんですよ。死んだぞ。最後ここに戻ってくるのかな。いや、最初にこれは引いてよろしいでしょ。そうするとこうなって、こうなって、そしたら真ん中いけないね。真ん中を先に片付けて、こう来てぐるっと外側を回る。これで完成。なんかこれはもう最後の完成図見てもよくわかんないね。お、後ろに星々が映ってるじゃん。このステージグラフィックシンプルだけど僕好きですね。まずこう来てから、左と右それぞれが行き止まりでハブにしたいのはこの三角形の方なのはわかるが、行ったり来たりを繰り返すだけの体力がないのでは。こう来るとこうなって、あ、いけるか、いけるね、いけるね。 OK。 じゃこれ開けて、メモします。 You'd think I'd get sick of it, but even now there's just something about it I can't put my finger onPulls me in. I know what you're thinking. Well, yeah, that's how gravity works. But it's more than that. I don't know. I haven't even told you about the probe yet. Constellation の2。三角形があちこちにあるので、選択肢が増えたことで難しくなってます。内側のはとっとと回収しないといけないよねっていうのは、なんとなく感覚で分かってくる。ほう、これが無理だ。いや、こうやって帰れる。おお、もう一周外を回れれば
ああ、引っ掛けるところないか。これはダメなのかな？先にここで入れとけばクリアしてい、いや、してないな。それを行くんだったら先にこっち側を終わらせるべきなんだな。そうなると、こう回ってきて、向こう側に戻って、あそこを入れれば、クリア。うわぁ、ダメなんだ。ああ、ダメなんだ。そうなんだ。そうだよね。接しちゃダメだもんね。ん？じゃあ、どこ？最後、そっちの方に持っていかないといけないってこと？うん、惜しかった。惜しかったな。上残した方がいいかな。残すという手もあり。残してみようか。これで一旦上に戻って、で下に戻ってきて、あそこの二つくっつけてクリアだったらこれでいけるのでは？ OK。はい。これは、うむ。これ本当にある星座だったらめちゃくちゃ痺れますね。そこまでは、そこまではさすがにないだろうけど。1,2,3,4,5 本。5箇所のうちから、5箇所のうちから好きなところを選んでね、なんだけど、こんなとこあからさまに最後だろ。こんなところに立って戻れないんだもん。いや。いや、無理だな。ここはラストだろ。ここはラストで、この2つをあっちこっち行ったり来たりするんだけど、なんか辛そうなのはこっちだから、こっちを先に、処理してあげると嬉しいかな。内側を送って、戻れないか。どういって戻れないのか。これで、こっちサイド OK でしょ。たら戻って、上側で2回、3回巻いて、ほんで、下に戻ってきたら、ここをいい感じに巻いて終わり。はい。次。まあ上行くか下行くかですけど、ゴールが下なので下が最後でしょ？なんだけど、何回かは行ったり来たりしてあげた方が良さそうな感じは見受けられる。この行き止まりに対してのなんか数学的な解法が多分あるんでしょうね。この一筆書きをするのであれば、こういう配置になってるところは何回しか行けないみたいな、そんなのがあるんでしょうけど、これあるのかな。なんかこの点として集中している場所を、死んだわ。点として集中している場所から埋めたらいいのかなと思ったけど、今の感じ違ったんで、帰れるようなルートが欲しいんだよね。だけどこれこっちに曲がると、帰ってくるときに、帰ってくるときに帰ってこれないので、そう、この、ぐるーんと内側に巻いちゃうような巻き方をすると、こう帰ると変なところに線入るから、それはないよな。つまり、何？なんか鈍角と鋭角みたいな感じ？いや、どっち回りで戻りたいかで、戻りたい方が、戻りたい方に、こうしちゃうと、この上から来た時に、これを通る線がなかったのをどういうふうに考えればいいんだろう。もう上は上、下は下にするか。上を先に終わらしてしまう。先に上を終わらす。どっちにせよ2回は行くことになるかな。だけど、
上からやってきて次になんとかなる、上からやってきて次にこれなんとかなるルートが見当たらないからダメなんじゃないかな。最初に上に行ってんのはまずい。やっぱここで詰んでんだよね。最初に上に行ってんのがまずい感じがする。初手下。で、もしくはこの三角形をいい感じ、三角形を作っちゃうと僕はもう取れないので、で、こっちに巻くとそこの孤立がいけないから、この子はやっぱ最初に埋める。で、まだ帰ら、いや、ここ帰らないと上に戻れないので、ここで戻り、で、今度下に帰っちゃうともう上に戻れないから、ここで上を全部消化しきらないといけなくなってきた。これを食べて、ここからこれを食べて、ぐるっと回って下に行く。いい感じだよ。何が？何がいい感じだった？もう戻れないじゃん。でも今のこれ見て、上は上で書き切れるのが分かったね。上は上でとっとと書き切るのが正解じゃん。変に分断せずに。来てここで巻いてあげてから残りを組み立てる。比較的正座は僕は得意かもしれないとか言ってとか言ってみる。テストテスト左がゴールだから、左は最後かな。待て待て、こうやって引くと、上にはいけないな。ああこれならいい、これならいいけど、ここで戻ることになるのか。できるだけ角度の厳しいものから順番に処理をする。角度の厳しいものから順番に処理をする。もう一周。ああ、きつくなってきた。きつくなってきた。だって、一番最後に外周を通れば、きつくなっちゃった。ああ、終わった。右側の周回がきついので、すね。右側の周回がきついんですね。できるだけ、処理して、あ、もう、一発じゃん。右は一回できるやんか。なんで？じゃあ、クリアでいい。こんな感じですね。こう、見せてもわかんないって。何回重なるかのステージなんだから見せてもわかんない。次、スタートから4分岐。ゴールは上。この下の方を片付けたいというのは誰でもそう思う。誰でもそう思う。なるほど。いや、
ここ戻ってもそうだよな。そこの道がもう使えなくなったと考えるべき。ってことは、このまま上に行っても上のあの中心の一点を一回使っちゃうと二度使えないから、これはゲームオーバーですね。このルートではない。真ん中を次に通ることができないというのがやばそうなので、この辺から処理するか。そうなると、これ戻れなくない?ああ、向こう側から抜けられるか。こんなことやって、こっち側から抜けてきて、ここをつるっと、つるりと行って、つるりと行って、この辺をつるつるつるっと、つるつるつるっと滑っていって、こんな感じ。We spent weeks building the probe. Canary headed up its construction. The Lantern 2, it was called. We were all given a role to ensure its success. Mine was to plan its trajectory and pilot its descent. It felt good to work together on the probe, even if it was Canary overseeing it all. So far, all the information we'd gathered about the planet pointed to it being mostly habitable. It was exciting. We thought we were about to touch down.And what could someday be humanity's next colony? Well, as per how we do things here, the probe launch did not go to plan. But that's not quite accurate. The launch went fine. It was the landing that left a lot to be desired. 1,2,3,4,5,6 通り。6通りあって、どんどん角度を、どんどん角度を広め、狭いものから広いものに行って、最後右下がゴール。何ですかこれ、わかんないよ。そんなすぐにはわからないのさ。やってみるべし。浅い角度から、浅い角度からスタートして、回転、ああ、でもこういく、ああ、まだいけるな。こういった浅い角度、いけるか?残り2本。いけるぞ。いけないぞ。もうダメだぞ。いけるぞ。こっちで回して。いけないぞ。いけないぞ。右側にあと1本しか柱がない。のに、こっちには柱が2つあるから、これは、ラス四駆ですね。ラス一四駆ですね、これは。いけるんだけど、初手誤り。ゴールには届かない。どういうスタートした?上に行っちゃったんだっけ?上に行ったんだ。で、その結果、左側が多すぎただから、この辺から、この辺から行ってみていただいて、一回左にこう寄せてみるという、あ、ダメだ。こっから帰れないね。おい。こうすると左に2回入っちゃう。右の数を減らす?右で食う数を、ちょっと待って、これ外側じゃダメだな。右で食べる数を少し減らしてゴールしてあげたい。これだと減りすぎ?わからない。右はあと2回だけターンができて、左は、あ、2回でしょ。あ、いけ。右左。あ、これも足りない。これも左ゴールで終わっちゃうからダメだ。左を一つ残しときたいんだよな。そこの端っこ残してみるか?そこの端っこ。残してたら一回だけ右側に、むしろそこでゴールするっていうのもありか。ないわ。そこまで行くと他の線が邪魔でゴールまでは行きますまい。あれ、これ
右が減って左で行って、あ、ダメだ。あれ、おかしいな。どうしたいんだっけ？左でゴールしちゃうのがまずいんだから、右で最後になるように右側を増やすんだよな。右を増やす。右側を増やしたい。もうこの辺から行ってみるか。いや、ないな。どうだろう。これで一回でしょ。右側を増やすか、左側のターン数をできるだけ減らすかなんですけど。あ、ダメだ。こんなとこからスタートしたら、ついこっち行くしかないもんな。あ、いや、これは上からやってるでも、こう、あー、でもダメなんだ、戻れない。この辺からスタートでいいと思うけどね。右側を一気に消化しすぎちゃって、左側が多いというのが続いてるんだから、右側の数を減らしたいんだけど、右側がこれはあと2回でしょ。左側が1回、2回、3回。やっぱり左側多いね。やっぱり左側、右側をここでこんなに使ってたらいけなくて、もっと減らす。これで1回とするか。ここまでで1回としちゃう。そうすれば数足りるんじゃない？角度の厳しいものから順番に行く。あ、やべ。これ最後にできない？できないよね。そうか。そうなのか。ここ二つに分けられないんだ。下行ってみるか。いや、どっちにせよ二つに分けられない話でしょ。右からスタートすれば、左がこれ何回？ちょっと待って、右からスタートってやってなかったね。試してみて、なんかいい感じだったら、そのままゴールとしたい。待てよ。この道通らなくてもこっち通ってもいいんだもんな。これで、もう左側、あと一回でしょ。で、あ、いける。右側か。そうだよね。なるほどね。なるほどねっつって納得してないんですけどね。理屈では分かってないから。最初にどっちか行って、なんとかする。やばそうなハブがこっちだからこっちからやってみる？これに行って、で、これ、右側はぐるぐる回る形だから、3回使えるね。3回使えるね。で、じゃあ、角度のやばいものから、順に。で、こう来ちゃったら、これは一発で全部処理しないといけないんだけど、これは、いや、一発ではないよ。3回か。右、左、右、左、足りない。足りないね。多分足りない。左の方が今圧倒的に多かったので、最初に左に行こう。これやったな。これやったんだよな。で、こっち行ってみよう。この辺を先に食べてから下に戻るっていう方法はどうですか？オーマイガッド。
これ2ついっぺんには無理っぽいというか、こっち側は、こっち側は確実に上から来るしかないんだよな。ってことは、こうやって引くの無理で、ほんと？多分ほんと。多分ほんと。これは今食うしかないのだ。で、1回、2回、3回目でゴールするだから、左、右、左、右、左、右、左。ああ、いけそう？左、右、左、左があと2回、右があと1回だから、ひみひでいける、いける、いける、これはクリアです。これはクリア見えました。あれ？あ、いい。びっくりしちゃった。このまま、ここに引いて、クリアぞ。はい。下でゴールしたい。まあ、やってみるか。でも真ん中あたりをこう持ってこれると嬉しいねっていう感じなのは分かってきたけど、真ん中持ってくれると嬉しいよねと、角度をどんどん厳しい角度から順番に処理をする、その辺は覚えた。こういうのがあるとちょっと辛いのかな。ここがその折り返し地点とすると、左が2回、右が最後にゴールするの左だから、右が、まあ、2個までの分岐だったら許される。あ、これ無理だね。こんな書き方をすると、いや、左上行けないな。すでに左上に行くルートがない。なくもない？ない。ない。ここが欲しい。そこに僕がいて欲しい。ここを中心として動きたい。なるほど。これで終わりですね。なるほど、終わりですね。ジグザグは作っちゃダメなんですよね。ジグザグを作ると片方にしか行けなくなるから、これもちょっとターン数少なすぎてダメだな。ターン数が少ないんだけど、ここどの向きからこの線を引くといいだろうか。こっち向き。これをやると、あ、そう、ここで変え、いや無理、ここで変える、ここでやることを変えて、ぐるっとぐるりと回っ
てきてこっちを食べきった後にもう一回外側をぐるりと回って左右上を食べ、そしてゴールに向かう。ナイス。左がゴール。どっちか片方を終わらせてっていうステージだったら嬉しいねんな。嬉しいわい。ジグザグはダメだからこう作っちゃうと上から、あ、こっちを先に食べてから上に、ダメだわ。あ、ぐーん。こう来ると戻れないから、こっち側を一発で処理しきらないといけないんだけど、ここでターン君がいるってことは、そりゃ無理ぞ。こう来て、こうターンして、そうなるとどっちに出る？裏に出る？違うね。違うね。こうじゃないな。なんか一発でかけそうな雰囲気はあるんだけど、ここでこっち来たらどうなるの？それはどうなるの？いや無理だな。この角度で右側に戻ってくるのは無理ぞ。無理でしょ？無理だと？無理だよ。ほな？ほな、どないしますの？下を片付けてから上に行きますか？下をすべて片付けてから上に向かう。さっきできたよね。こうして、こう来て、こう来て、あと後半戦ね。こう来て、こう来て、こっちをえぐって、これがラスト。はい。いいね。さっくりいけていいね。難しくなったね。難しくなったけど、これも、左と右で、まあ、あれじゃないの？独立してるんじゃないのかな？これを巻いて、下に向かって、上をとっとと処理してあげないとまずそうなのだが、こう来ると、どうだろう？まだ巻える。ほんと？いや、いけるな。こう処理して、もう一回戻って無理ぞ。いけるかこれ。あー、残しちゃったな。あれ、残さなければいいんだ。ってことは？だいぶ戻ったな。これを食べ、いや、こっちにこれやるとそこ食べられないから、一発目ここのラインじゃないのか。こっち行ってみようか。こっち行ったら、こっち行ったらもうダメかもしれない。きつい角度から、きつい角度から来て、これはね、これ曲がれないんですよね。
だめだな、こいつを取得する方法がないな、この道だったら、ジグザグだから。ジグザグじゃなくて、あそこが分岐点の末端同士だとすると、こう回って、1回、2回、3回、あーでも、ね、やっぱラストが無理かな、ま、うん、無理かな、無理だね。ちゅうことは、こっちからやってみる？戻るのがまずいのかな。パッと見ゴールに近いこっちの方が実は先にクリアするべき。そういうのはよくある。あ、ここがな、ここがジグザグってんだよな。そこがジグっちゃったら、そこに行くのは本当のラストなんだよ。ものすごいこれ戻ってくることって可能か？いや、無理だね。無理だね。左から戻ってくるには角度が逆だから、やっぱり僕の思いとしては左を左で片付けて右を右でシュってことなんだけど、これやったんだっけ？こうすると、これでこっちに行くか、こっちに行くか選べて、こっちに行ってみようか。これでちょっと何回かターンをして、ターンを繰り返してそこに行くことが可能か。できるだけ厳しい角度からだからこうなるわね。1回2回3回4回5回、左側で5回、いやでも左側で5回、無理だな。2個分しかないな。もっと左で消化し尽くさないといけない。左でもっと消化し尽くして、これ僕さっきダメだって言ったやつだっけ？こっちでやると戻ってこれないからダメだっつったのか。先にこっちやってもダメ。まあいいや、ちょっと今のこれで。もっと左をガンガン消化して、してやりましょうよ。同じことやってら。こう来て、こう来ると、ここが中継地点になって、こうすると1と2回3回ね。あ、だけどここを通しちゃうことで、あ、いやまだいいな。3、あ、これいけるかも。これこっちに戻れるんだったらまだいけるね。で、1回とここで1回だから左であと2回、でここで2つ柱があるからラストの柱。ちょっと待て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 よ。足りんわ。足りんわ。右からやってみよう。
右が一筆書きできるんだが、できるけどもう戻れない。あ、最後にターンちょっと残しておくのか。これで、お？あ？こんなとこ残しちゃダメよ。いやいや、左から右に来れないんですよね。これは左から右に向かって戻れないから、左を全部終わらせて右に入って下を終わらせて上に戻ってくるっていうのが多分大きな流れだと思われます。で、問題は左側を右に行くことなく一筆で全部書き切りたいという感じだろう。ハブの位置の概念が多分違ってくるんだよな。やべえのはこの辺なんで、この辺を何とかしてんですが、こう回ってくると、こう回ってきて、これどうなる？着地点がわからん。これ次無理っつお。これが取れんもんな。この柱からやっぱり二つに分岐するのおかしいので、下は下で吸収できるならしちゃいたいんだけど、これを食べたいんだが、これを食べてこっち側でこの辺食べて上を食べ、ここで上を食べないっていう選択肢をすることは無理だろ。こう起きたらこう食べないといけなくて、そこ食べるってことは戻れないんだよな。そこ食べるってことは下から戻ってくるみたいなルートにならないといけないから、そのあとここの道残すことになるんですよね。こう来てこれ食べたらこっちに行くかざるを得ず、そうするとこっち側ルートになる。こっち側ルートになるルート。は？いやでもこれだとあと2回なんですよね。左側であと2回ターンが発生する。1回。1、2。どっか稼げるかっちゅうとここか。まあギリいいのかな。これで左を消化しきって右ラインに突入するけど、ここがあるので一回左側にぐるりと戻ってくるようなイメージ。ここを引いたらおしまいよ。そこを引いちゃってたらおしまいじゃん。じゃん。下から戻ってきたら、そこそうじゃん。それこうじゃん。じゃあダメじゃん。あー、惜しいのか。左側をもう少しし有効に回れてさえいればよかった。たんじゃないか。なんだけど、ここでこっちに回ると同じルートで上に戻ることができないからね。ここを通したければ上ルートのこっち側には絶対入っちゃいけないんだよね。そうすると
残ってんのが1本ってことになるんですよね。右側で1本しか残ってない。で、それに対してこれを使うんだから、やっぱり左で完結っていう話になるよな。左単体で全てを完結させよう。だとこれだとちょっと役不足で、もっといい手がある。もしくは、大きな方針違い。ん？あるやんけ。あるやんけ。左前クリルートが。クリアしました。クリアしましたね。もう一回やれって言われてもやれないんですね、これ。あ、無理ぞ。また同じこと言ったら。これ無理じゃん。あれ？無理だよ。ちょっと待てよ、待てよ。今の手で、今の手で、ここが回れるんだから、先に下食っといてよくない？先に下食べてよくないってなるやん。この辺。こう来て、こう来て、こう来て、こう、ちょっと待てよ、これどうやって戻るの？出ればよかったんですよね。右側のあの一点上から回っていればよかったんですけど、無難で下に来てたんだっけ。こう来て右側のあの一点を上に回るようにするんだから、で、ここを全部一筆で通る。ここは一筆で通れる。やっぱいけたんじゃない？なんかさっき戻しすぎたか？こう来て、こう来て、ここ回って、上来て、ここ、こっちに曲がって、こっちサイド入って、ここを一筆でさっきやってた方法で、どうやった？どうやったっけ？さっきやっていた方法でここを一筆で書き切れればクリアなんじゃよ。やってた。こっちがね。これを食べてからこう来て、これを食べてからこう来て、ぐーっと上に行って、ワン、ツー。というのが正解。わかったかな。The probe was crammed with equipment. There wasn't a piece of data this thing couldn't collect. But we wanted more than that. We wanted samples. The plan was that once the probe landed on the planet's surface, it would embark from one end of this ravine to the other. Pistachio chose the location. Along its way, it would collect a variety of samples.Once it reached its destination, it would launch a capsule of the samples into orbit for us to collect. Simple, right? So, back to the launch. All was good until the probe reached the planet's atmosphere, when instead of slowing down, it started speeding up. It just kept accelerating towards the surface. We couldn't do anything about it. We were sure it was going to crash. And then it just seemed to fall straight through the ground. What's more, it kept going. We lost signal maybe a minute later.Canary says the heat from entry must have fried its telemetry or something. My guess is that it was doing its best to get away from her. ということで、あとは今日見つけた3つ打ち込んで終わりになります。この今のところはやっぱ下に道が書いてあるからっていうのもあるけど、僕はやりやすかった。多分誰でもやりやすいでしょう。
これ OK。 こうやって読まないとダメなのかな。上に行って下に行って回って回って下に戻って、ここでこう、最後のやつですね。まっすぐ行ってこう持ってきて、ここから曲がって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 下に行く。これだな。この頃にはもうピスタチオは多分やられている。はい、ということで今回は何かある、違うわ、うん、何かある、バーミリオンだ。この ID 番号の赤字になってるの、あからさまに言う怪しいよね。では今回はここまで。